こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。私から直接返信させていただいたり、ゲリラライブもね、オンラインサロンでやってますので、ぜひぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日はですね、女性が嫌う質問という話をさせていただきたいと思います。で、これ私も実際されたことありますし、なんかね、結構こういう質問されて嫌だっていう女性の意見をね、聞くんですけれども、それは一体何かというと、女性のお給料を聞いたり、女性の家賃を聞くって、もなんか普通に女性からすると考えられない。あ、でも男性のお給料を聞く人もいるのか。それと一緒です。あんまり聞かれたら嫌だと思うんですよね。なので、それをね、聞くのはやめた方がいいですっていうのも、男性はきっと悪気もなくて、どれぐらいの生活水準なのかなとか、そういうのを見たいだけだと思うんですけれども、女性ってすごいなんか、私のこと当てにしてるのとか、そういうのね、思う人もいると思うんですね。で、自分も聞かれたら嫌なことは相手にも聞かない方がいいと思います。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。オンラインサロンではゲリラライブとかもやろうと思ってますので、ぜひぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 オンラインサロン、メッセンジャー、そして YouTube のチャンネル登録の方お願いします。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。